はい、皆さんこんにちは。佐々木敦でございます。3時半を回りましたね。3月は3日金曜日でございまして、ちょっと疲れてきましたけど、ドルウォンですね、1301とまた1300台に戻されてますね。これはね、ちょっとまた韓国のですね、こういう通貨当局といいますか、財務省といいますか、日本で言えば、ちょっと無理してるんちゃうかなという気がしますね。1300台ぐらいやったらと僕は思うんですけどね。1400いくとちょっと怪しいですけどね。まあまあいいでしょう。ニューズウィークでございまして、これは昨日の16時30分に出た記事ですね。プーチンが語り始めたロシア崩壊の脅しは核より怖いってようわからん日本語ですけど、ロシアン コラスプ、コラスプってどういう意味なん、わからへん。破綻ですね。 Now considered considered possible by Putin ex ゼレンスキーアドバイザー、英語直訳すると、ですね、ロシアの破綻が今考察されている、もっともらしく考察されている、プーチンによって、ロシアの破綻がなんかもっともらしく考察されていると言うてんのは、前のゼレンスキーのアドバイザー。まあ今行きましょうか。昔のスターリングラードのですね、写真が出てますね。あの小さな町だったんですよ、スターリングラードっていうのは。そこでですね、第二次世界大戦のドイツ対ソ連軍のですね、死闘が行われて、ここでドイツが敗北をします。それがですね、東部戦線の敗戦につながったというふうに言われてますね。ちょっと本文いきましょうか。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はここ数ヶ月、前任者のドミトリー・メドベージェフとロシア連邦の崩壊について話し合ってきたと、ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領の元顧問が語った。ゼレンスキーの元顧問、オレクシ・アレストビッチは2月27日、ロシアの弁護士、元反体制派政治家のマルク・フェイギンが運営する YouTube チャンネル、フェイギンライブのインタビューで、ウクライナの最新の戦況について聞かれ、ロシアは全面的な敗北も視野に入れていると述べた。ほんまか。その証拠として挙げたのが、メドベージェフとプーチンの側近の発言、プーチンの最近の発言だ。現在はロシアの安全保障会議の副議長を務めるメドベージェフは、メッセージアプリのテレグラムで核の脅しをちらつかせ、ウクライナ戦争は NATO とロシアの代理戦争だと主張してきた。2月27日付のロシアの新聞イーズベースチャに寄稿した論説で、メドベージェフは旧ソ連の崩壊を古代ローマやオスマントルコの滅亡に例え、大国が滅びれば戦争が起きると述べ、ロシアの崩壊も大混乱を引き起こすと論じた。つまりお前らって、俺らのロシアを潰すんやろって、潰したら大混乱と大戦争やぞって分かってるやろなっていう、なんかようわからん脅しですよね、これね。俺らを崩壊させたら戦争になるんやって言うてるわけですね。帝国が滅びれば世界の半分がその瓦礫に埋もれることは歴史が証明している。ロシアが存続するかどうかは、前線の決着で決まることではない。人類全体の文明の存続を考えるなら、答えははっきりしている。我々はロシアなき世界を必要としてない。つまり俺らをこう任すんやったら分かってるやろな、核使うぞって言うてるわけですね、簡単に言えば。まあこういうことをね、ロシアのですね、まあ中枢に近いところにいるわけですね。メドベージェフって前大統領ですね、言ってるっていうことは負けてんなっていうことを認識してるということですね。プーチンも26日、ロシアの国営テレビで世界の終末を予言するような脅迫じみた発言をした。
西側との対決はロシアの国家と国民の存続をかけた実存的な戦いであり、この戦いでは NATO の核戦力を考慮に入れなければならないと述べたのだ。 NATO の目的はただ一つ、ソビエト連邦に続きその主体であるロシア連邦を解体することだと。いや、そんなこと考えてませんよ NATO は。とりあえずお前らウクライナ勝手に引けと、そういうことですよね。ほんでやらかしたことについて賠償せえと、うん、まあそこまでは言うでしょうね。ウクライナを支援する西側主要国はウクライナ勝利のシナリオを検討する中で、戦争の結果としてロシア連邦が崩壊する可能性について意見を交わしてきた。エマニュエル・マクロン、副大統領はプーチンに屈辱を与えてはならないと述べ、外交的な解決の余地を残すべきだと主張してきた。最近ではロシアの敗北は望むが崩壊は望まないとも、崩壊は望まない、とも述べている。ヘンリー・キッシンジャー元国務長官は昨年12月、英誌スペクテーターに寄せた論説で、ロシアが解体されるか戦略的政策の遂行能力が破壊されたら、11の時差にまたがる広大な領土が統治、広大な領土が統治の空白状態に陥ることになると警鐘を鳴らした。まあ、つまりですね、この連中たちはですね、ロシアを決定的に敗北させるなと言ってるわけですね。マクロンとかキシンジャーという連中は。まあ、この辺でやめましょうか。記事を読むのはね。これ貼っときますね、1ページ目。で、要はですね、そうなるとロシアという連邦が解体されてぐちゃぐちゃになって無政府状態になって、それは西側にとって負担やで、ってそこまでロシアを負けさせたらあかんで、と言ってるんです。うるさいわ、アホっていう感じですね、ほんまに。もうとことん任せたらええねんと僕は思いますよ。ただ懸念はね、もうロシアがね、四分五裂してですね、バラバラになってですね、どうなろうと別に関係ないですよ、日本にとってはね。何が関係あるかというと、まず第一に核兵器を使うなということですね。なんで、その、間違うて変なボタンに手を押すなよと、指やって押すなよということですね。それをやらかしてしまうと、もう世界の終わりが見えてくるというわけでしてですね、ロシアがどうなろうと、プーチンがどうなろうと、そんな知ったことちゃうんですよ。N の戦争だけやめてねっていうのが一つですね。あと日本にとっては、お前ら、ええ機会やから北方領土改正というのがですね、日本にとっての関心事ですね。中国にとっての関心事はですね、ロシアは負けてほしくないんです。なぜかというと、ロシアが負けると中国はますます孤立します。なんでプーチンはある程度勢力を持ったまま権力を続けてほしいわけですね。でその次に宴会所改正ですね、中国の場合は。だからみんな都合のいいように考えるわけです。でアメリカにとって最も好都合は N なきロシアなんです。N も軍隊もない、軍隊も強くないロシア。要は悪いことせえへんロシアが望ましいわけであって。別にロシアがどうなろうとアメリカは気にしないと思います。ほんで、その、ドイツとかね、ポーランドとか、ルーマニアとか、フィンランドとかいう国はですね、昔取られた領土を返してほしいという願望があるんですよ。でも日本はせいぜい北方領土ですね。あんなも別にどうってもないやんと僕は思うんですけど、ロシアにとってはね。ただロシアは昔悪いことをしたというですね、そのあれがあるんですね。なんていうか罪悪感があってですね、ほんで領土取られるかもしれんという恐怖感があるわけですね。だから負けるのはロシアを任したらお前ら知らんぞって言うてるわけですよ。まあでも負けるでしょう。現に負けつつあるでしょう。今ね、西側何を考えてるかというとですね、こう、どうやって、こう、ロシアの戦後の処理をするかということなんですよ。まあ一番はですね、プーチン降りろということですね。まあ降りるかですね、あっちの世界に行くか、どっちかですね。降りてもまた、ですね、復活するような降り方はしてほしくないわけですね。二度と戻れないような降り方をしてほしいというのが一つとですね、N の安全ですね。二度と N を使うとかを、そういう脅しをすることないように、できれば N 全部取り上げたいわけですね。で、もちろんウクライナから全部引いてほしいというふうに思っています。まあ、それが実現できるかどうかはわかりません。それは今後のですね、前線でのですね、行方次第ですね。この春からまた大きく動きそうな気がします。
西側が本格的にですねウクライナを手こ入れしてますんで、その結果がどう出るかというところでしょうね。はい、ということでこのニュースウィークの1ページ目を貼っておきますんで、ご興味ある方は読んでみてください。私今1ページ目の8割ぐらいのところまで読みました。はい、皆さんどうもありがとうございます。